皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、頭皮のフケやかゆみについてご紹介します。頭がかゆくてフケが出る、こんな風にね、同じお悩みをお持ちの方もいらっしゃいますよね。頭皮に起こりがちなトラブルの原因やその改善方法を今日はご紹介します。特にやっぱ冬になると余計ね、なんかかゆみを増したりとか、フケが出て肩とかにフケが乗ったりとかしてね、ちょっと不潔な感じになったりとかしませんか？実はそれ乾燥によるフケなんです。この乾燥による頭皮トラブルは身近なものを変えるだけで今より改善できるんです。今日は5つのポイントに分けて原因と改善方法をご紹介しますので、ぜひ最初から最後までご視聴ください。紹介していく前に、頭皮が痒くなる原因についてご紹介します。頭皮が痒くなる原因、それは頭皮の乾燥です。これはね、皆さんなんとなくわかりますよね。なので頭皮が乾燥することによってフケが発生します。そしてそのフケはなんと2種類あるんです。乾性フケと脂性フケ、この2種類になります。自分のフケがね、まずどっちの種類かっていうことを明確にしましょう。まず乾性のフケっていうのはパラパラとしたフケになります。こちらの症状に当てはまる方は乾性のフケの可能性が高いので、ぜひチェックしてみてください。では逆に脂性フケの方はこちら、この症状に当てはまる方は脂性フケの可能性が高いです。このタイプによってそれぞれのね、アプローチ方法は違ってきますので、ご自身がどちらなのかぜひ覚えておいてください。フケや乾燥で悩んでる女性の8割9割ぐらいの方は乾性のフケに当てはまることが多いと思います。なので乾性フケについての対策、こちらをメインでね、今日は進めていきたいと思います。先ほども言ったんですけど、フケが出る原因として挙げられるのは頭皮の乾燥です。頭皮のね、乾燥って聞くと、いまいちパッとしないとは思うんですけど、頭皮は顔と1枚のね、皮でつながっています。なのでお肌のね、乾燥は頭皮の乾燥っていうことでもあるんです。で、そのお肌にはターンオーバーっていうものがあります。これはね、大体の方は聞いたことあるかなと思います。簡単に言うとね、新陳代謝です。そのね、ターンオーバーが異常に早かったりとか、あとはできなかったりすることで皮脂や角質がね、頭皮に溜まって、それがね、痒みの原因になったりとか、あとはそれでフケが出たりとかします。つまりね、頭皮が乾燥することによって痒くなったり、そしてフケの原因になるっていうことです。ここまで皆さん大丈夫でしょうか？逆に言えば、頭皮がね、乾燥してなければ痒みも抑えれますし、フケも抑えれるっていうことです。ではここからは、頭皮を乾燥させないためにしてはいけない習慣や気をつけることをご紹介します。まず一つ目なんですけど、頭皮と顔は同じ肌っていうふうにね、さっきお伝えしたんですけれども、このお肌にはね、化粧水だったりとかして保湿皆さんされますよね。実は頭皮にも塗って大丈夫なんです。いつもね、使ってる同じものでも大丈夫ですし、このような頭皮用のローション、こういったものも作られてます。できれば頭皮専用、こういったものをね、使って保湿することをお勧めします。で、つけるタイミングなんですけど、ドライヤーをする前でいいかと思います。で、つける量なんですけど、過剰にね、たくさんつけたりとか、あとはね、ちょっとね、少なくつけたりとかする方もいるんですけど、メーカーさん水準のね、適量の量だけをつけて保湿するようにしてください。この頭皮につける作業っていうのは本当にね、10秒とか20秒ぐらいで終わりますので、ぜひしっかりと行ってください。次に2つ目は頭皮のマッサージです。これはね、もう1分もあれば簡単にできちゃいます。これはね、先ほどお話ししたターンオーバーに関係してくるんですけど、頭皮がね、凝り固まってくると血流が悪くなって、ターンオーバーのね、妨げにもなってしまいます。なので頭皮マッサージをして、頭皮を柔らかくして、血流を良くして、正常なターンオーバーにして、フケを防ぐことができます。マッサージはね、こうやって気持ちがいい強さでやるようにしてください。このマッサージは自分でできるタイミングでもいいですし、お風呂のね、シャンプーの時でもいいですよね。なのでぜひ頭皮マッサージをやってみてください。
これはね、やったからすぐ改善できるっていう話でもないので、ぜひ継続してやるようにしてください。習慣化すると頭皮環境が今よりも良くなってるはずです。では3つ目、シャンプーの洗い方に注意をするです。頭皮がね、痒かったりするとついついね、こう爪を立ててガシガシと洗ったりしてませんか？これは絶対ダメです。本当にやめてください。あとはね、フケを落としたいからといって何回も必要以上に洗う、これもやめてください。爪で洗うことによって頭皮を傷つけてしまって炎症を起こしてしまってさらに痒くなってしまう、こういった悪循環にもつながってきちゃいます。なのでシャンプーをするときは指の腹で優しく洗って傷つけないようにしてください。次、4つ目はシャンプーの成分に気をつける。これはね、どういうことかというと、洗浄力のね、強いシャンプーで使うと頭皮の皮脂をね、必要以上に落としてしまう、これが乾燥の原因になったりします。なので洗浄力がマイルドなアミノ酸系のシャンプーに変えるといいと思います。最後、5つ目はリンス、コンディショナー、トリートメントの使用方法を見直します。髪のね、ダメージにいいからと思って頭皮もいいっていう風に思っている方も結構多いんですけれども、実はこのトリートメントなどにね、配合されている界面活性剤っていうものがあります。これが頭皮や肌にはダメージになるものもあります。もちろんね、界面活性剤は悪いっていうものでもないんですけれども、髪にはいいんですけど頭皮や肌にはダメージを与えやすいので、肌が弱い方はそのダメージが積み重なることによって結果頭皮のダメージもつながってしまいます。なのでなかなか改善されないっていう方はこのトリートメントの付け方を髪の毛だけにして絶対に頭皮につかないように意識してみてください。あとアウトバスのトリートメント同様なので、しっかりあれも髪の毛だけにつけてあまり頭皮につかないようにしてください。ということで今回は頭皮のフケとかゆみの原因と解決方法についてお話しさせていただきました。そして解決法1番で出てきたこの頭皮用化粧水なんですけど、実は僕が監修して作らせてもらいました。そして本日から販売になります。で、この頭皮の化粧水を作った経緯なんですけど、僕ね、もう美容師を18年やってて、やっぱね、こうお客様もね、ずっと長いこと来ていただいてる方もいらっしゃいます。やっぱりね、日々こうサロンワークをしてる時に年々こう悩みというかが増える方が結構多くて、例えば、白髪だったりとか、こういった今日のね、頭皮のトラブルだったりとか、もちろん髪の毛のね、質感が悪くなってきただったりとか、パサついてきたとか、こういう方も結構多いです。でも根本をたどると、この頭皮だと僕はやっぱり思ってて、例えばですけど顔は皆さんで保湿毎日されるじゃないですか。でも頭皮と顔って1枚の皮ってつながってるんでね、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、頭皮ケアをやってるっていう方ってね、多分なかなかいらっしゃらないと思うんですよね。でもここを改善することによって、さっき言ってたね、トラブルだったり悩みも改善できる、こういう風にね、やっぱ美容師だったりとか大体のメーカーさんだったりとか皆さん思ってるので、僕はじゃあなんでこの頭皮トリートメントを作ったかって言ったら、やっぱりね、毎日継続できるっていうものを作ってみました。たまたまね、たくさんのメーカーさんだったりを作ってるので、薄毛に特化したものだったりとか抜け毛に特化したものだったりそういったものでね、強いものを作ってる感じも結構多いんですけど、毎日当たり前のように使える、こういったね、商品があれば、皆さん継続してね、綺麗になっていただけるのかなと思って、この商品が出来上がりました。で、購入できるところなんですけど、アウェイドっていうセレクトショップのサイトになります。来年からはショップだったりとか、あと美容室でも販売を検討しております。お値段は2640円になりますので、概要欄に書いておきますので、ぜひ皆さん頭皮ケアを頑張っていきましょう。今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗になれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。